で、戻ってきました、ホテルピトス。久々だね、ここ戻ってくるのね。はあ、すっかり夜が明けてしまったな。さすがに少々疲れた。ありがとうございました。お前から吸血した効果もギリギリだった。そんな、言ってくれたらいつでも吸っていいんですよ。アホか、リンダインバイス。アホなのか。吸血は採血よりも加減が難しい。これ以上吸ったら倒れるぞ。私の体のことを心配してくれたんですか？気絶したお前を運ぶのが面倒なんだよ。重たいからな。体重は変わりませんよ。てか重くないです。おう、俺よりも軽いというのか。その姿で言うのは卑怯です。そんなことよりも、どうしてピトスに戻ってきたんですか？パンドラさんも敵だったわけですし。敵？別にあいつは俺に敵対しているわけじゃないだろ。でも、アルネ様とカイト・アカズキンさんで賭けをしたり、メルコドラクを復活させたり。賭けに関しては、あいつらが勝手にやっていたことで、メルコドラクの復活はどちらかといえば貴族が主体のように思えた。まあ、うまく立ち回っていたよ。私は納得できません。まあ、そう言うな。すぐにお前も納得するさ。ナインテーター様がそう言ってくれて安心しました。お調子者登場。というかね、クズだよね。もうクズ2号だよ。クズ1号はもちろんね、警備員ね。警備員がクズ1号で、こいつがクズ2号ね。ゴミでもいいわ。おいおい。クズが揃いに揃ってそこに並んでるっていうね。ルイ友じゃん。お似合いじゃん、お前ら二人並んで。パンドラさん、と、ベルートさん？お二人とも、本当に無事でよかったですよ。ニクラス様がさ、なんか人が変わったようになっちゃいまして。絶対に逃げないとか言うから、ベルント君と一緒に帰ってきちゃいました。ありゃもうダメですね。ピトスへの資金援助とかお願いできるような状態じゃないですよ。というわけで、僕としては今後ともノインテーター様と仲良くしたいなーって。へっ。ホテルの中に大勢待機させておいてよくそんなことが言えるな。どんだけ、まあ、人間でもね、ちゃんと、鉛？鉄？なんか苦手なやつあるじゃん。鉄の銃弾込めとけばね、銀だね。銀の銃弾込めとけばね、殺せるからね。念のためですよ、念のため。ま、力を失ってる今なら、ワンチャンやれるかな、とかも思いますけど。我も貴様と争う気はないさ。貴様は使える奴だと思っているからな。そう言ってもらえて幸いです。おい、そこの警備員。ちゃんと俺が望んだものを用意できたんだろうな。これがね、衝撃的だった。めっちゃ面白かったよ。いや、これもう、言ってないよね、もともと。もともと言ってなかったはずなんだよ。記憶いないもん。そんなこと指示してた描写はなかったはずだからね。いやー、吸血鬼様のおかげで楽勝でしたよ。それよりも、ホテルに帰ってきてから、オーナーを地下室に近づけない方が大変でした。なんだなんだ？どうぞ。では、自分はこれで、オーナー、今までお世話になりました。ベルーンといくらもらったんだ？ちょっと言ってごらん。ちょっと、アルネにいくらもらったかだけちょっと言ってごらん。絶対金もらってるからな。金でこいつ動く。絶対動くから。いくらかもらって、アルネの味方についてるからね。そしてこの顔である。腹立つ。退職金は気にしないでください。勝手にもらっておきましたから。勝手にどっからもらってきたんや、しかも。地下室からなんか盗んだんか。は？うむ。随分とまあ、大勢いたものだな。
それは。何ですか？その分厚い紙の束。そうだな。リンラインバイスなら知っている仮名があるんじゃないか？確かに知っている名前がたくさんありますが、これはどれも有名な貴族の仮名ですよ。私が詳しいというより、むしろ私でも知っているほどの仮名ってことです。これはな、リンラインバイス。闇オークションに参加している者の名簿だ。あいつマジで手癖悪いよね。こんなん盗んでくるって。盗みの才能はあるんだろうな、ベルント。こういう時は使えるんだと思うよ。え？なんでそれがここに？俺が警備員に命じておいたんだ。地下室の鍵をやるから名簿を探せ、とな。どうしてそんなことを？まさか名簿に載っている人を脅そうなんて。そんなことにしても意味ないですよ。大勢の貴族がオークションを利用してくれてますから。闇オークションはもはや暗黙の了解ですからね。そんなことじゃ脅しの材料になんてなりませんよ。だから、そんな名簿なんて持ってても意味ないし、返してください。違うだろ、パンドラ。この言い方、トヨタ議員にしか聞こえないんだよな。急に出てくるトヨタ議員。違うだろう懐かしいな。もう古いんかな、このネタ。名簿が流出した、ということが問題だろ。貴族にとって闇オークションを利用していたという事実は些細なことかもしれないが、ホテルピトスの信用はガタ落ちだな。く、どうする気ですか？別に、どうもしないさ。ただ、多くの貴族に根を張っているホテルピトスの情報網は何かと便利そうだからな。言いましたよね。今のノインテーター様なら殺せるって。それを返してくれるなら、まだ穏便に済ませますよ。来た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 エミーちゃんあれかな、自分で縫ってきたのかな。だってバラバラになってたよね。裁縫道具持ち歩いてんのかな、エミーちゃんね。にしても自分でまた縫い直してって、そこそこ時間かかりそうなもんだけど、首取れてたもんね、ポロって。所詮中にいるのは人間なのでしょ？多ければ多いほど、そこは私の独断場だわ。戻ってくるのが遅いぞ。いいね、エイミーちゃん。なんかだんだんエイミーのこと好きになってきたわ。あなたたちがツバイを殺す間に、私に何人殺されるのかしら？そして私が殺した人間は私に操られ、また人間を殺す。でも私は死なないわ。だって、すでに死んでいるのだから。不死の、ネクロマンサー。エイミーさん、よかった。生きていたんですね。頭と手足を外して、血を流しながら死んだふりをしたら、全然気づかれなかったわよ。頭と手足、手足も外してたっけ？手足見えてなかったんだけど、そこまで外したんだね。てか、え？不死のネクロマンサー、ネクロマンサーってさ、血巡ってんの？そもそも。血を流しながらって、血は必要なのかな？動くために。どうなんやろうな。それは、エイミーさんにしかできませんね。こうして再会できたことやし、メイド服を着せたいところだけど、ちょっと今後ろにいてね。あ、それは。さあ、どうするの？私は別にどっちでもいいわよ。貴様の選択肢は二つ。この我に利用されるか、抗って殺されるか。さて、賢い貴様はどっちを選ぶ？もう、何言ってるんですか？お調子者すぎだろ。手のひらトリルがひどいんだよ、こいつ。喜んで利用されるに決まってるじゃないですか。嫌だな、もう。そうか、そうか。
そう言うと思っていたぞ。今後は我のために有益であり続けるがいいぞ、パンドラ。はーい、頑張ります。では、俺たちは城に帰るとするか。アルネ様、いつからパンドラさんを利用しようと？そんなことは決まっている。パンドラが依頼に来た時からだ。心臓さえ守ればよかったのだからな。それ以外どうしようと、俺の勝手だ。そんなに前から。どうした？そんなアホな表情をして。置いてくぞ。待ってください。そうだ、つばい。私も一緒に行くわ。そういえば、最初に会った時に何か話があるとか言っていたな。好きにするがいい。どうせ拒否したところで聞く耳を持たないだろう。ええ、そうさせてもらうわ。では帰るぞ、リンラインバイス、エイミー。来るぞ。お気をつけてー。いやー、これ絶対姿が見えなくなった途端に表現するタイプだからな。あるあるじゃない。今お調子者な感じにして、この後ね、来るぞ来るぞ。ほらほら、この顔よ。からの、くっそ。そう、意外とイケメンなんだよね、こう見たら。意外と顔はいいんだよ。服は変だけどな。服とかアクセサリーは変だけど。いやー、めっちゃ悔しがってる。マジで殺したかったんだろうなー、ここでなー。邪魔なんやろうなー、アルネのことが。クソが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 、この僕が利用される。そんなことがありえてたまるか。見てろよ、もう言ってた。この僕が殺してやるからな。いや、無理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 。人間には無理だって、絶対無理だよ。やめとけ、殺されるは逆だよ。そしてあのベルンド。金で動く単純なゴミの分際で。あ、それには同意しますね、私もね。金で動いて、絶対金で動いて、多分100万ぐらいもらってるよ、あるんだから。本当に単純すぎるわ。でも金は裏切らないからな。しょうがない。人は裏切るけど金は裏切らないから。この僕を苔にしやがって、絶対に、絶対に許さない。お前も必ず探し出してやる。あ、パンドラ、別にベルントは差し出すからさ。逆に見つけてこようか、ベルント。ちょっと殺してくんないから。私もあいつ嫌いなんだよね。待ってるよ、クソだな。まあまあ怒らしちゃったね。こうして、カテレピタスでの長い一日が終わりました。カイト赤月さんのこと、赤ずきんさんのことね。アルネ様の心臓の情報。やり残したことはまだまだあるけれど、それよりも今は少しだけ休みたい気持ちでいっぱいです。私できることは少ないかもしれないけれど、それでも私は少なくとも怪盗赤ずきんさんのことが解決するまでは、アルネ様が邪魔だと言ったとしても、私の好きなようにやりたいと思います。だって、今の私がいる世界は人外の世界なのだから。そしてアルネ様のお城に帰ってきた私たちは、おー、屋敷に帰ってきたんだ。あー、まあ、めっちゃくつろいでる。安心しきってるね、屋敷に帰ってきて。お？ジャジ、快適すぎます。ああ、そっち、やっとなんか事件が一段落して、解決はしてないけど一段落して、なんか安心したとか、そんな感じじゃないんだ。それにしてもホテルピタスから帰ってきた後、私はどれくらい眠っていたんでしょうか。リューゲンベルグはずっと夜見られるものですから、時間がよくわからないんですよね。ああ、なんか時計とか置く？なんか日付とか出るさ、時計あるじゃん。ああいうのないとさ、昼夜わかんないところは本当にわかんないよね。
何日か。てか、そんなに寝てたの、そもそも。そんなに寝てたん？疲れてたんだな、めっちゃ。とりあえず起きたら、探偵事務所に来いと言われてましたし、向かいましょう。はーい。なんかあったりするの？これ何なんだろうね。草？草なん？何なん？結局。このランプは可愛いんだけどね、めっちゃ雰囲気あるな。もうオタクやな。リンちゃんオタクや、おびくしょ。あら、起きたのね。エミさんと、ナホちゃん？おいガキ、こいつに俺様を解放するように言ってくれ。と、ナホちゃんが言ってますが、顔めちゃくちゃ嫌そうなんだよね。リンちゃん、知っているかしら？嫌よ嫌よも好きのうち、という言葉があるのよ。つまり、仲良しなんですね。真に受けるな。すごい素直、リンちゃんが。嘘偽りなく、心の底から嫌いなんだよ。ところで、エミさんは、私の部屋の前で何をしていたんですか？話そらすの、なんか得意だね、リンちゃんね。この話題を終わらせるんじゃねえ。向こうにある部屋を寝室にするために整理をしていたのよ。しばらくお世話になるつもりだから。なるほど。それで、どうして私の部屋の前に？めちゃくちゃ無視されるんだよな。そしてこの笑顔であるリンちゃん。めげてないな。それにしても汚い城ね。ツバイはブラウニーにどんな指示を出しているのかしら？さあ、リンちゃん。ツバイと今後のことを話しに行きましょう。はい。折れちゃった、リンちゃん。なんかもう心折れちゃったよ。あ、でもその、やっぱりその前に、リンちゃんの部屋をチェックするわね。エイミーさん、リンちゃん大好きじゃん。ちょっと、エイミーさん？いやー、可愛いわ。ここのやりとり見るの2回目なんだけど、やっぱなんか、この二人いいよね。なんかもともと、なんだろう、この二人仲悪くなるのかなーみたいな。アルネ様の取り合いで仲悪くなるのかなーとか思ってたんだけど、めっちゃ仲いいというか、なんだろう、エイミーさんが、盲信しちゃった、リンちゃんに。ブラウニーなんもないんだなー。どうしたんですか？随分と小さいベッドね。え？私はそれでも十分。めっちゃ物色するやめてよ。そんな雰囲気は見ないでよ。それに、全体的に可愛くないわ。いや、雰囲気は可愛いだろ。キャップ譲って。もともと、お城にある家具ですから。今度一緒に買い物に行きましょう。大丈夫ですよ。私は十分満足です。それに、お金だってありませんし。オークションで1億以上増やしたはずよね。あれは、アルネ様のものをオークションに出したんですから、アルネ様のお金ですよ。ツバイは、お金に興味なんてないと思うのだけれど。いいわ、後で聞いてあげる。それじゃあ、改めてツバイのところへ行きましょうか。おー、リューゲンベルクってさ、お金いらないのかな？使わないのかな？さすがに。人間のお金、必要ないんよな。おー、これ、王座の間。まだ行けれてないよね。何があるんだろう。棺以外に。聞いたか？自主を呼び出したのだが、もうしばらくかかりそうだ。適当に時間でも潰しておけ。ちょうどいいわ。オークションで手に入れたお金のことを聞いてあげる。いいですよ。大丈夫です。いらないですから。いいから、ほら、ついてきなさい。優しいなぁ、エミさん。めっちゃ面倒見いいやん。逆になっちゃった。エミさん、本当にいいんですってば。何をわーわー騒いでいるんだ。つばい。リンちゃんがオークションで増やしたお金だけど、リンちゃんが全部もらっていいわよね。何を言ってるんですか？アルン様、気にしないでください。ああ、全部やるぞ。そうですよね。全部、
は？別に俺には必要ないからな。まあそうだろうと思っていたわ。いやいや、そんな簡単に決めていい額じゃないですよ。いやないのであれば別に、倉庫に入れておけばそのうちブラウニーの給料になるだろう。だが燃えたお前の屋敷ぐらい建て直せるんじゃないか。1億ごときで建て直せるん？あの屋敷もうちょっとかからんか。10億ぐらいいらんか。そこそこでかかったよ。私の家を。俺は別に評価をしないわけではない。今回のお前の働きに対する報酬を与えるさ。でも今回のことは全部アルネ様の計画通りだったわけですよね。そんな大金をいただけるほどの働きだとは思いません。なんだ、俺を自己の欲望のために利用した人間とは思えない発言だな。お前はもう少し自分の能力を認識すべきだ。私の能力？まずお前は宝物庫の中から最も価値があるものを選んだ。まぐれなのかもしれないが、神秘眼があるのかもしれん。そしてオークションではお前よりも経験豊富な貴族や金持ちを相手に駆け引きをし、目標金額を集めてみせた。最後にお前は心臓をあと一歩で落札できるところまでたどり着いた。これは十分評価に値するだろう。でも、もともと赤月さんに盗ませるつもりだったんですよね。最初から私が落札できないという前提の計画だったんじゃないんですか？そうだ。お前が落札できないという前提だ。言い換えるとすれば、お前は落札してはいけなかったんだよ。ちょっと待ってね。本当にちょっと待ってね。ちょっとさ、実況には関係ないんだけど、隣にさ、ドア閉めて実況してたんだけど、ドア開いててさ、そっからグレアの目だけがさ、縦に見えてさ、さっき心臓止まりそうだった。あぶね。心臓止まりそうだって、ちょっとリンちゃんの声がさ、低くなっちゃったんだよね。待って、ごめん、続けることできなかったわ。10秒、15秒ぐらいちょっと我慢したんだけど、無理だ。ちょっと待って、本当にごめん。ああ、どこぞのホラゲよりも怖かった。やるか。言い換えるとすれば、お前は落札してはいけなかったんだよ。これ読んだ気がするな。同じじゃないんですか？よく考えろ、リンラインバイス。結果的に、カイト・アガズキンはオークションの最中に乱入してきたし、それがなくとも、あの貴族がいたために落札はできなかったが、最後の瞬間まではどうなるのかわからなかったのだ。もしもの話にはなるが。If one. 様々な偶然が重なり、もしお前が心臓を落札できていて、その落札した心臓を俺が手にしていたとする。If two. そしたらお前は危機として、アホみたいな顔で俺に渡しに来るだろう。一言多いな。アホみたいな顔って何ですか？ If 3。そしたら、俺は自社とのゲームの条件である、怪盗赤月に心臓を盗ませるを満たすために、怪盗赤月にわざと心臓を盗んでもらう必要があったんだ。それは俺がアホすぎるだろう。あら、面白いじゃない。盗んでください、と怪盗赤月に頭を下げるつまい。そんなことをするくらいなら、俺はジシェとのゲームを諦めていたぞ。そしてそれは、俺が最も避けたかったことだ。つまり、最初から私には全く期待していなかったってことですよね。期待なんてしていないと言ってくれたらよかったんですよ。そしたら私はもっと早く、カイト・アカズキンさんがアルネ様に変身していたと分かったのに。そういえば、リンダ・インバイス。お前は、俺の推理の途中で、カイト・アカズキンが俺に化けていたと気づいていたようだな。俺が提示した証拠とは別のことのようだが、一体なんだ？今聞くんですか？この俺が気づけなかったことなのだからな。気になるに決まっているだろ。
アルネ様に、って言われたんです。なんだ？よく聞こえなかった。もう一度言え。アルネ様に期待しているぞって言われたんですよ。でも、アルネ様は部屋から外に出た後、ずっと戻ってきてなかったわけですよ。つまり、それを言ってくれたのは、カイト・アカズキンさんだったんです。めちゃくちゃ喜んでいましたよ。恥ずかしいです。アルネ様の期待に応えようと頑張ってた私は、さぞかし愉快だったでしょうね。ここのリンちゃん、マジで可愛いわ。踊らされてたんだろうな、外。何を言っているんだ、リンラインバイス。俺はお前が心臓を手に入れることができると判断したからこそ任したのだ。故に期待などするわけないだろ。お前ならできると分かっていたわけだからな。え？反応に困るようなこと言わないでください。それはそれで嬉しいじゃないですか。何ですかこれ。うわ、恥ずかしい。ジェットコースターだな。感情ジェットコースターになっちゃった、リンちゃん。なんだ、こいつさ。それにしても、こんなあやふやな根拠で、怪盗赤ずきんが俺に変身していたと確信したのか。え？だって、アルネ様は思ってもいないことは言いませんよね。それはそうだが。本物のアルネ様が、期待などしないと言ったんですから、それと逆のことを言ったアルネ様は偽物というわけです。リンちゃんのそれは推理じゃなくて感情論に近いわよね。でもそれはツバイを知らなければできない考え方だわ。確かに、俺には無理だな。実に人間的な考え方だ。リンラインバイスよ。これは言うつもりはなかったことなのだが。はい。最終的には俺の予想通りの結果となったが、俺はもっと早い段階でお前が失敗すると思っていた。つまりお前は我の予想を超え、ギリギリまでこの我を追い詰めていたとも言える。私がアルネ様を？まさかお前に計画を狂わされることを心配するとは思ってもいなかったぞ、リンラインバイス。その調子で今後も俺を楽しませろ。もちろん期待などしないがな。いいなあ、ここのアルネ様。なんかでも人間の感情とか知らないのに、このセリフはなんか人間の感情知ってるとか、なんか操ろうとしてる感があるよね。知ろうとして、なんて伝えればいいんだろう。わかれ、言葉にするの難しいな。わかりました。お前が稼いだ金は楽しませてもらった代金として受け取るがいい。そもそも、そんなに増えるという計画ではなかったからな。でも、やっぱりそれはさすがに。ふむ。ではこうしよう。半分受け取れ。残りの半分は、怪盗赤月の件を解決できたら渡そう。どういう意味ですか？お前は、怪盗赤月をメルコドラクから救うつもりだな。俺はその件については、最後までお前に付き合ってやると言ったが、成功するとは思っていない。リンラインバイス、俺と賭けをしよう。俺はお前が失敗する方に、残りの半分の金をかけるから、お前も、同じ額を自分の成功にかけるがいい。俺の計画を台無しにして負けさせてみせろ。アルネ様、ありがとうございます。アジトを脱出するときに出会った人狼さんのこともありますし、何よりも私自身が望むことです。だから私は怪盗赤ずきんさんを救います。そしてこのリンラインバイスがアルネ様に敗北の味を教えてあげますよ。盛り上がっているところに水を差すようではあるんだけれど、そもそも今回怪盗赤ずきんに一度、そしてメルクドラクにも負けているじゃない。よく負けさせてみろなんて言えるわね。恥ずかしい。本当です。アルネ様はすでに敗北の味を知っています。負けていない。とにかくこれは俺とリンラインバイスの勝負だ。受けて立ちましょう。
じゃあ僕は、リンちゃんの勝利にかけようかな。やっと来たか、ジジェ。ごめんごめん。やっとメルコドラックが落ち着いたからさ。どういうつもりなのか説明してもらうぞ。そうです。ジシェはいろいろ知ってたのに、黙認してましたよね。オーケーオーケー。ちゃんと話すから、落ち着いて。おー、やっとファイル的に追いついた。これのもうちょっと先まで見てるかな、確か。